5月12日、初めて北極天上空を飛んだと広く考えられているイタリア製の反抗式飛行船である。ヨーロッパ・アメリカ間の北極の氷判を初めて飛び越えた航空機でもある。この探検はリーダーである極地探検家ロアールアムン船ン、飛行船の設計者であり、パイロットでもあるウィンベルトノビレ、及び資金を提供したノルウェー飛行クラブに属する。 アメリカの探検家、リンカーン・エルズ・ワースらによって行われた。ノルゲ号は、ウンベルト・ノビレが設計し、1923年に建造を開始した N 級半公式飛行船の最初のものである。ノルゲ号の売却契約には、北極の自然環境に合わせて、改装を行うことも含まれていた。金属枠で補強された機能が船首と船尾に配置され、 両者は柔軟な金属タイプ製の流骨で連結された。この部分は布で覆われ、物資保管用及び居住用のスペースとなった。3機のエンジン用ゴンドラと離して配置された操縦室は流骨の下部に取り付けられた。ノルゲ号はシュッテランツ社が開発した十字警備翼を装備した最初のイタリア製反抗式飛行船だった。1925年、 アムーンセンはノビレに電報を送ってオスロに招き飛行船による北極横断飛行を提案した。ノビレはその時点で存在する N-1 飛行船はその目的には重すぎると判断し工事中だった N 級飛行船を使うことを提案した。しかしアムーンセンは1926年までに準備が完了することを譲らなかったためノビレは 寒冷な気候で長距離飛行を行うために N-1 の改造をしなければならなかった。ノルウェー人はノビレが準備した N-1 を購入する契約を結び、飛行船の名をノルゲと改めた。北極横断飛行は1926年3月29日、ローマからスタートした。途中イングランドのバルハムで2日間停泊した後、4月14日に、 ノルウェーのオスロに飛んだ。その後レニングラード経由で、ノルウェー北部のバドソウに到着した。そこには、今でも飛行船経流島が立っている。探検業はそこからさらにバレンツ海を横断して、スバールバル諸島のニーヨーレスンにある、キングズベイまで進んだ。ノビレはそこで、フォッカー機による、北極飛行の準備をしている、リチャードバードにあった。ノビレは、 ノルゲ号が北極とアラスカの間の海図のない知られざる陸地があると考えられている地域を飛ぶのだと説明した。その時点で彼はロバート・ピアリーがすでに北極に到達したと信じていた。それが北極横断前の最後の休止であった。飛行船は5月11日の午前9時55分にニーヨーレスンを飛び立ち。 北極の氷を横断する最後の工程に向かった。バドソーの渓流島にイオーレスンの渓流島、探検隊16名のうち、アムンセン以外の15名は以下の通りである。他に、ノビレの愛犬、キティナも乗船していた。彼らは5月12日午前1時25分に北極点に達した。ノルウェーとアメリカとイタリアの旗がその地点の表情に、 飛行船から投下された。アムーン船は後日、飛行船は、のびれの下で空のサーカス発車のようになったと苦々しく、回想している。5月14日、飛行船は、アラスカ州テラーのエスキモーの村に到達した。天候が悪化しており、目的地である、アラスカ州ノームに飛行を続けることを諦め、当地に着陸を余儀なくされたのである。 ノルゲ号の前に3回の北極点到達の主張がなされているから1908年のフレデリック・クック、1909年のロバート・ピアリー、それに1926年のリチャード・ E ・バードである。これらについてはいずれもその正確さへの疑問や明白な詐欺ではないかといった議論がある。こうしたノルゲ号以前の北極点到達についての論者の中には、 ノルゲ号の乗組員こそが北極点に確実に到達した探検家であると考える者も,もいる。ノルゲ号がテラーに着陸して小さな無線機を見つけるまでの3日間、ノルゲ号の無線は彼らの状況を送信することができなかった。北極を横切った後、飛行船を追った氷の飛膜は成長を続け、プロペラで吹き飛ばされたその破片は、 船体の外皮に穴を開けていた。のびれは、修理できないほど多くの穴が開いたと報告している。ノルゲ号は後に、ノルウェー航空クラブに売却され、名前も変更された。ありがとうございます。